はい。じゃあ、まず A から解いていきますが、この A というのは純水中におけるですね、純水に溶かした時のクロム酸銀の溶解度どうなのかってこと、これを溶解度積から求めていくということになります。じゃあ、クロム酸銀の溶解度積、これどうだったかというと、このクロム酸銀の溶解度積というのは、これはさっき計算しました。これは2価と1価のイオンで構成されているということから、4S の3乗ですね。溶解度積は 4S の3乗となるんだというふうに計算しましたね。 で、これを使って、溶解度を求めていくということなんですが、問題文にはこんな風に載ってます。クロムサンギーの溶解度積は 4.0×10 のマイナス12乗となってますね。まあ、ちょっとこれ単位省いてますけど、4.0×10 のマイナス12乗と書かれてる。じゃあ溶解度を求めるときどうしたらいいのかというと、溶解度を求めるときは、4s の3乗イコール 4.0×10 のマイナス12乗という式を立てればいいですね。溶解度積が 4.0×10 のマイナス12乗。そして、 クロム産儀の溶解度積は 4S の3乗ということになりますんで、これをイコールで繋ぐことができる。じゃあこれイコールで繋いで、あと S 計算するとどうかというと、S は 1.0×10 のマイナス4乗というふうになりますんで、まあ、こんな感じで A を求めることができるよということになります。なので、2価と1価のイオンで構成されている 内容性の溶解度積は 4S の3乗ってことを分かっておけば、あとは計算はそんなに難しくないよということになります。ってことでこれが A の答えですね。なので A はそんなに難易度は高くないということになりますんで、皆さん A は必ずできるようになりましょう。S は 1.0×10 のマイナス4乗となるよということです。じゃあ次は難しい B、これを確認していきますんで、次の内容で B どうなのかなってこと、これを一緒に確認していってください。 はい。じゃあですね、次は B について確認していきます。じゃあこの B なんですが、何をね、見ていくかというと、この B については、クロム酸カリウム溶液中のクロム酸銀の溶解度、これを求めていくということになります。じゃあどの式から求めるかというと、これについては、溶解度積の式、これを使って計算していきます。溶解度積は銀の濃度かける銀の濃度かけるクロム酸用の濃度、これを使って計算していくんだということになるということです。じゃあこれを使って計算していくんですが、溶解度積にはどんな数字が入るの 銀の濃度にはどんな数字が入るのそして、クロム酸イオンの濃度にはどんな数字が入るのってこと、これが分かんないと計算することできませんので、それを確認していきます。じゃ、まず溶解図席、ここから確認していくんですが、この溶解図席、これを確認するにあたっては、皆さん、ここに気づいてください。クロム酸カリウムとクロム酸銀、何が共通しているかってこと、ここに気づかなきゃいけない。じゃ、この二つなんですが、どうかというと、この二つは共通点としてクロム酸イオンっていうのを含んでいます。 じゃあこんな感じで共通のイオンを含む場合何が起こるかというとこのように共通のイオンを含まれる場合にはこれが認められます共通イオン効果っていうのは認められるんですよってことですじゃあこの共通イオン効果はこれ何かというとこれ国家試験よく出る内容なんで知っといてほしいんですがこの共通イオン効果というのは南洋性塩と共通のイオンを含む液体の中に南洋性塩を溶かし込むとその南洋性塩の溶解度が 低下するという現象。これを共通イオン効果と言うんだということです。なので、クロム酸カリウム溶液中にクロム酸を入れたら、クロム酸銀の溶解度、これが低下していくよということが認められるということ。これを知っておきましょう。じゃあ、この共通イオン効果では、溶解度は低下するということになるんですが、溶解度積はどうなのっていうと、溶解度積。これは変わりません。これ大事です。なので、純粋の場合に使った数字、これをそのまま使うことができる。 なので、溶解度積はと言われたら、溶解、これについては、純水の場合でも、クロム酸カリウム溶液中の話でも、4.0×10 のマイナス12乗、これを使うことできるんですよってことになってますんで、そのこと、ちゃんと分かっておいてください。ということで、これによって、溶解度積、どういう数字入るか分かりましたね。4.0×10 のマイナス12乗、これが入るんだよってことが分かったんで、まあ、このようにして、溶解度積考えていくんだということ、これをまず分かっておいてください。 じゃあ次は銀の濃度。これ考えていきますが、この銀の濃度はね、先ほどやりました。クロム酸銀の溶解度 S とすると、銀の濃度はどうかというと、これは 2S となる。ということで、これはいいですね。このクロム酸銀、これが解離するとどうかというと、これが解離することによって銀が2つできてくる。じゃあクロム酸銀の溶解度 S とすると、銀の濃度は 2S となるんだと考えられますんで、これはいいかなということになりますで。銀の濃度はそんなに難しくないですね。溶解度の2倍となるんだということです。 じゃあ次は、クロム酸イオンの濃度。これ入れていかなきゃいけないんですが、このクロム酸イオンの濃度はどうかというと、このクロム酸イオン。これは2つのものからできてくる。まず1つは、クロム酸カリウムからできてくる。もう1個は、クロム酸銀からできてくるということになります。じゃあこの2つの特徴なんですがどうかというと、この2つの特徴としては、クロム酸カリウムは強電解質なので、ほとんど帰り。クロム酸銀はどうかというと、南洋線でほとんど帰りしない。じゃあこのクロム酸イオンってどっちからできてくるのが多いかというと、残念。 強電解質であるクロム酸カリウムからできてくるのが多いということになります。なので、こっちがめっちゃ多い多いっていうことになって、多い多い。で、こっちはめっちゃ少ない少ないということになります。じゃあ、このことから、このクロム酸イオンの濃度、何をもとに考えたらいいかというと、これは、たくさんできてくる。クロム酸カリウムの帰りによってできてくる。こっちの濃度のことを考えればいい。この少ない濃度の方は、 無視したらいいよ。少ないんで、ほとんど考えなくていいよっていうことになりますんで、このクロム酸カリウムからできてくるクロム酸イオンの濃度、これを考えると、クロム酸イオンの濃度いくつなのかなってことを考えることができるようになります。これ結構難しいんで、ここしっかり分かっておきましょう。じゃあ、このクロム酸カリウム、いくつ含まれているかというと、このクロム酸カリウムというのは、4.0×10 のマイナス3乗。 含まれているってことですね。で、これは完全解離してきますんで、もうそのままの数字がクロム酸イオンの濃度ということになります。なので、クロム酸イオンの濃度は、クロム酸カリウムの濃度と一緒。4.0×10 のマイナス3乗となるんだということになるということです。なので、溶解物積の数字は、4.0×10 のマイナス12乗を使えばいい。そして、銀の濃度は 2S を使えばいい。 そして、クロームサインの濃度は 4.0×10 のマイナス3乗。この数字を使えばいいということになります。じゃあ、これらのことを把握して、溶解度計算していきますんで、皆さん次の内容で溶解度、どういうふうになるのか、一緒に計算していきましょう。はい、じゃあ最後ですね、溶解度を、これ一緒に計算していきましょう。じゃあ、溶解度計算していくんですが、どんな式使ったのかというと、溶解度の計算ではこの式使いましたね。溶解度積は、 これは銀の濃度かける銀の濃度かけるクロム酸イオンの濃度っていうふうに表すことができるよということですね。銀イオンの濃度、銀イオンの濃度、クロム酸イオンの濃度、クロム酸イオンの濃度。これを掛け算することで表すことができる。じゃあ銀イオンの濃度どうかというと、これは 2S だよってことですね。これは先ほど確認しました。 でし解度積どうかというと、溶解度積は 4.0×10 のマイナス12乗ですよってことをこれ確認しました。そして、クロム酸用の濃度はというと、これは 4.0×10 のマイナス3乗ですよということ、これを確認することができたよということです。じゃあ、このように数値を当てはめるとこんな感じになりますね。2s×2s×4.0×10 のマイナス3乗は、4.0×10 のマイナス12乗と、このように式を立てることができるということです。 で、これをざーっと計算していくとどうなるかというと、ざーっと計算していくと、s は 1.6×10 のマイナス5乗となってるんだということになります。まあ、この計算過程、これは見てもらったらいいかなと思います。2s×2s×4.0×10 のマイナス3乗、4.0×10 のマイナス12乗。 で、これで四同士が相対できて、マイナス三とマイナス十二が相対できるんで、2 s ×二 s × 2 s る二 s ×はゼロかけ十のマイナス九乗となりますよということですね。で、この一点ゼロかけ十のマイナス九乗では計算しにくいので、これ十をこっちに持ってきて、十かけ十のマイナス十乗とします。 で、そうして、この 2s2 つありますんで、この 2s を1個にするとどうかというと、10の2分の1乗かける10のマイナス5乗となると。で、この10のマイナス2分の、10の2分の1乗、これはルート10ということで、これは問題に、ルート10は3.2と載ってますんで、3.2と置き換えることができる。 ということで s、2s は 3.2×10 のマイナス5乗となって、で、この2をまあ省いていくと、3.2が半分になりますんで、1.6×10 のマイナス5乗ということで、s は 1.6×10 のマイナス5乗と計算できるんですよ。ということになります。なので、答えとしては、s は 1.6×10 のマイナス5乗となっていくんだよ。なので、選択肢3番ですね。これが答えとなるということです。ということで、これが計算結果ということになるんですが、この b の問題、むちゃくちゃ難しいです。 共通イオン効果が認められるときの溶解度どうなるんですかというね、この計算はすごく難しいので、皆さん B の問題っていうのは余裕がある人、やってもらったらいいかなと思います。で、A は必ず答えられなきゃいけませんので、A をしっかり答えて、まあ、選択肢をね、3か4までは必ず持ってってください。で 3回4まで持ってって、この3回4かなってちゃんと計算するのはちょっと国家試験の本番の時間ではなかなか難しいと思いますので、まあそこまでね、求めたい人はしっかり勉強して解いてもらったらいいと思いますけど、まあ本番そこまで難しいなって人は A は必ず解けるようにしましょう。で、まあ今回 B のね、解説もしておきましたが、まあ共通4効果では、溶解度は低下する。これは絶対知っておいてもいいんですけど、この溶解度積をもとに溶解度を計算していくっていうのは、 なかなか難しいということね。これを知っておいてください。で、余裕があれば、ここまで追っかけて答え出してもらったらいいと思うんですけど、本番はそこまで必要ないんじゃないかなというふうには思っております。ということで、これが何かというと、これが95回問19の解説となってるんですが、B は何にしても難しいということね。これを知っておいてください。ってことで、今回内容、95回問19の解説となってたんですが、皆さん、勉強の参考にしてください。それでは。